じゃ、オリカには、さっきと同じようにやってもらおう。私、本当にうまくできるかな。大丈夫さ。さっきのはシステム側の問題だったんだから。うん、頑張るね。 何？お前は誰だ？私はウイルス倒したはずなのに。まずい、オリカがウイルスに。 ダメだ、取り込まれる。 ライナーのためだからね。このことは内緒だよ。低レベルなウイルス目、消えろ。 僕は単なるシュレリア様のファンですよ。嫌だな。何？さっきのウイルスが呼んでいたんだね。ちくしょう、こんなところでガーディアンと戦うことになるなんて。 仕方ありません。排除しましょう。ごめんなさい。また私のせいで。
オリカのせいじゃないよ。行くぞ。それで。力を感じる。何の感じ。倒れて。それで。何の感じ。力を感じる。広がる。何の感じ。倒れて。これで。急進発。今楽にしてあげる。これは一体どうしたのですか。ウイルスがオリカを伝って流れ込んできて。まさか。いくらウイルスでもそんな簡単に干渉はできないはず。どうして。それよりもこれを何とかしないといけませんね。そうですね。なんとか回復しました。ごめんなさい、ごめんなさい。また私のせいで。オリカ、別にオリカのせいじゃ。私の能力が低いからまたみんなに迷惑かけて。オリカ、そんなこと。もう嫌。どうして私ばっかりこんな災いを呼ぶの。オリカだけじゃないよ。そんなことない。私がいるといつもみんなに迷惑かける。確かに今回の件はオリカさんに原因があるかもしれません。シュレリア様。可能性として
お話ししておく必要があります。ウイルスがオリカさんに憑依したのなら、オリカさんの心に穴がある可能性があります。心の中に穴ですか？そうです。レイバテイルの心は塔とつながっています。それゆえに強大な力を持つ歌魔法を唱えられるのですが、反面欠点もあります。ウイルス戦の時のように精神世界を支配されれば簡単に乗っ取られてしまいます。つながっているとはいえ、健全なレイバテイルなら塔との間に強固な壁が存在します。もしその壁に穴が開いているならば、塞がないと危険です。いつでもオリカさんの心の中にウイルスが入り込むことが可能になりますから。要するに私は欠陥品ってことですよね。オリカ、いいよ、今さら何言われても驚かない。いずれにせよ、ダイブして心の中を調べる必要があります。ライナー、大変でしょうけど、ダイブして原因を探ってみてくれませんか？はい。何にしてもイオン回廊はバランスを取り戻しました。ご協力感謝いたします。あやたね、しばらくの間ライナーと共に行動してください。オリカさんのこともありますから。わかりました。ライナーと一緒なら喜んで。それでは。あやたね、すまないな。何言ってるんだ。こういう時は助け合いだろ。これからよろしく。それにしても、あやたねのさっきの技、すごかったな。あの強力なウイルスを一撃でやっつけるなんてさ。今回は特別さ。ライナーのために使ったんだからね。絶対に多言無用だよ。でも待てよ。なんでこの間出てきた時には使わなかったんだ？だから秘密の技だからだよ。今回はライナーが困ってたから使ったんだって。まあいいじゃないか。何にしても頼もしい戦力が増えたんだから。